ったくよ、最近どいつもこいつも体がおめえおめえって、五月病だ五月病だって。お前五月がかわいそうだろうが、五月の名前を持ってるサツキとメイちゃんはどうすればいいんですかってなるからね。これ俺なんか365日毎日だるいから、1月から12月まで均等に敵に回してるけどね。これ VAMVI、 どうもパピです。はい、ってことで銀魂実写化始まるよ。惜しかったバンパツ先生。はい、ということでね、今日も視聴者さんから人格みたいなリクエストが来てるんで読んでいきたいと思います。はい、ドラえもんの映画に出来すぎくんを出してあげてさんからです。はい、土方が北王子と戦っていた時に食べていたチャーハンにマヨネーズをぶっかけたやつをぜひ実写化してみてくださいということです。はい、ということで本日の動画は銀魂実写化、土方のマヨネーズドバがけチャーハン。来てしまいました、またまたドバガケシリーズ。もうドバガケシリーズ毎回辛いんですよ僕は。もうまあ食べるの、お前らわっちが苦しんでるのを見て楽しんでるんじゃろ。たくよ金八、いやこれとりあえず一回は言っとかないとね。うん、ってことで早速やっていこう。たくよ、誰よ銀さん、そんなこと言わないでください。てめえ似てねえんだよ声がよ。死ね金八死ね。たくよ、野郎が料理してる動画なんて需要ねえんだよな。だからチャンネル登録者伸びねえんだよな。お前らちゃんと宣伝してるか。このままじゃバンさん飢え死にしちゃうよ。今週7でボランティア出てる自宅警備員みたいなもんだからね。これ新八作るぞ。呼びましたか銀さん。たくよおっせえな。だからお前はいつまでたっても新一じゃなくて新八なんだろうが。おい、ただのアムロじゃねえか。なぜわかった。貴様ニュータイプか。お前はガンダム持っときゃいいんだよ。早速作っていきましょう。はい、で今回マヨネーズがメインだったんで材料紹介しなかったんですけど、レタス、卵、チャーシューを使っていきます。今回のベースは簡単レタスチャーハンにしたいと思います。その上にマヨネーズをかけて感じですね。まずはチャーシューとレタスを一口大にしていきます。まあこんな感じですね。続いて卵かけご飯を作っていきます。ご飯、卵、はい、これをよく混ぜましょう。これをすることによってゴリラでも簡単にパラパラチャーハンを作ることができます。まあこんな感じですね。はい、いよいよ炒めていきます。まずはフライパンにごま油を敷きましょう。まずはチャーシューを焼いていきます。はい、肉を入れたらここに卵かけご飯を入れていきます。そしたらここに鶏ガラスープを大さじ1杯弱、塩コショウ少々、米を切るように混ぜてね、一粒一粒フライパンに当てていくイメージでやっていくとね、このようにパラパラになっていきます。はい、チャーハンがパラパラになったら醤油をフライパンに直接落として焦がし醤油にします。天空醤油だし。これでさらに醤油が焦げたら混ぜていきます。うわ、めっちゃいい匂い、焦がし醤油の。はい、全体に絡ましたらね、最後にこちらにレタスを入れていきます。レタスはね、軽く混ぜるだけでいいです。軽く混ぜたらもう火を止めてお皿に盛っていきます。はい、このように器に盛ったらね、まあ、こうしてほい。はい、ということで完成です。ってやりたいところなんですけども、最後にこちらにマヨネーズをドバかけして台無しにしたら完成ですね。もうね、チャーハンがね、見えなくなるぐらいですよ。はい、マヨネーズを死ぬほどかけたら完成です。犬の餌フューチャリングチャーハンです。犬の餌にもなんねえっていうコメントはもういらないぜ。見てください、この不気味な光沢感。360度どこから見てもマヨネーズ。あれ、これ雪山じゃねって勘違いするぐらいのこのシルエット、いやー食べたくないですね。はい、ということでお上がり。危ねえ危ねえ、引っかかった。あー、裾悪悪、危ねえ。お上がりよ。うわ、これ食うの怖。はい、いただきます。うわー、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 やべえ、やべれない。これは酸っぱい。真夏のプールの男子教室に1ヶ月間放置され続けた海パンの裏みたいな味がするよ。うわ、これしんど、これこれ食べきんのしんどいぞ。これちょっと強いね。チャーハン多めできたらね、もしかしたら美味しいかもしんない。あ、これレタスレタスレタスね。はい、いただきます。うわ、チャーハンめちゃめちゃ美味しいけどやっぱ酸っぱい。チャーハンだけだとめちゃめちゃうまいのに、ここにマヨネーズが乗ることによってユニフォームがめちゃめちゃ臭い野球部の部長が作ったみたいな味になるよ。これ一体何カロリーだよ。ということで完食でーす。マジ気持ち
持ち悪い、マジで吐きそう。いやもうこれマジで胃もたれする絶対。ほんとね、コロステロールの塊なんですよ。コロステロールの、コレステロールの、コステラロールの。マジで俺超頑張ったから、ほんとチャンネル登録お願いします。はい、ということでまだまだ実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またね。コラストロールの後のペプシは最高だぜ。これからもたくさんの依頼待ってるぜ。